か。セブン、セブン、セブン。前回鍵をゲットしたから、まずはあれだね。まずは船長室に登っていかなくちゃいけないんだけど、どうもパソコンがちょっち重いっち。うん。で、まあ、今回でなんとかちょっとミアの終わりのところまで行けたらウレポヨなんだけどさ、果たしてどうなるかなんだよな。で、昔々あるところに魔女がやってまいり、ちぇ、何の話してるんだ。頭が全然しっかり回ってねえや。じゃなくて、昔の、だから3年前の映像になるのかな、それを終わらせることを、そういえば来るんだっけ、うん、あ、やろ、ざけんな、一撃。あ、しかも普通のハンドガンで一撃なんだ。うん、強い。ここを閉めておかないと、あの、侵入者がね、ここでね、ちょうどね、そこでね、あの、女をね、寝かしてね、キャッキャウフフできるようなスペースがあったりするんでね。でこれで、カチャッと取って、カチャッと取って、ドゥルッドゥルッドゥルッドゥ。早いって来るのが、どんだけ性欲旺盛なんだよ。ドアに挟まれておきなさい。ドブシ。ドブシ。ド、ん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 、どっち行ったらいいんだったっけ、こっちか。このエレベーター動かさなきゃいけないから、こっちは違う違う違う。で、こっち行って、で、てれってれってってって、あ、なんかいるんだ、そこ。誰だ、ディーン。あ、無理か。一撃、あ、で、ここを開けるんだけど、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、しまった。移動しながらやったけど。こういった微妙なところが4時間をギリギリのところにしてしまったよね。なぁ、ほんとに。いつもギリギリフェイス。違う、リアルフェイスか。ねぇ、すごいよね。これなんだろう、油田だったっけここね。今、油田の近くで働いてる。あ、だからジャック・ベイカーさん、大金持ちなんですかね。アイテムは特にないと。で、ここを行ったら、あ、なんか今、一瞬カチッ固まったな。多分もうこれ来てるね。来てる、急ぎ。よしよしよし。で、くるくる。こいつとまともに戦ってたら、体力もね、気力もね、知力もね、知力は、いいの、いてて、危ない。ちょ、デブが迫ってくるの。開けられない。ない。薬液、なんか取った。よし、急いで逃げる。はい、もうこいつは相手にしないよーん。いなかったところから入ったから、あれなんだよね。普通のそのこれまでの敵たちってさ、こう物理的にさ、こう通ってこなきゃいけない。カビの場合、なんかどこからでも現れてこれるっていう、そういうある種強みがあるよね。ちょっと待って、なんか後ろからゲロってる。まあ、やつドア開けられないと思うから、これ別に構わないんだけど、びっくりしたね。で、もう一箇所。あれを取るんだ。んじゃ、まあ、大したあれじゃないけどね。で、降ります。慎重。OK。で、こっちに、あ、いるね。やっちゃう？一撃必殺。あ、一撃必殺、ほんとだ。やっぱりね、ね、お尻の穴に強そうなぶち込まれたら、誰だって快感って一発でいっちゃうね。宝石出てこないんだね。ありがとう。じゃあ、これ登りましょう。ちょ、急いで登らないとね、登ってる途中に攻撃とか、あ、なんかすごい暗い。明るい。で、ここで、OK。よし、じゃあ、これで地下へ参ります。キューズと、なんかよくわかんない、パイプ。これ開けたら敵がいきなりプンって出てくるとかないよね。大丈夫そう。オッケーオッケー。あ、違う、なんでだよ、なんでだよ。なんでそんな刻むんだよ、貴様。そして S1 はどこ行った ?1 と S1 があるか、被ってんのか。敵が入ってくる前にピン。あいつが待ってるよ。地下へ降りてきました。
あいつが待ってるよ。そんなホラーっぽく言わなかったらさ、上からなんかね、這いずってくるのが落ちてくんで。じゃあここにプレゼント置いとこう。3、2、1、ドゥーン、オッケー。ピクリとも動かなくなったね。お疲れ様でございました。で、もう一体出てくるんだっけな。薬液ばっか手に入ってっけな。今さら、ちょっと普通に、前回パートで俺はね、ちょっと夢を見たことになってなかった。ピクピクすな。快感で行っちゃったわよ。気持ちいい。ここも来るんだっけ。来るんだったらちょっと余分に回復をしとかないと。あ、来たね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 。飛ばせない飛ばせない飛ばせない。頭をブシュッとさせといて、で回復回復回復、あいちょちょちょ、あいちょ、ドン、オッケー。薬液、薬液は別にその薬液はもういらないんだけどな。オッケー、競争だ。こいつを持っておけば、とりあえずデビチャピンが来たとしても、おそらく問題はないと思われる。もう出てくるんだっけ、こいつ。マッシンガー。ヘビーマッシンガー。昔の100円ゲーム、あー、はー、お前かーい。あ、お前か。強い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 。返事がない。屍のよう。いいよね、この世話をさせないところに。何をさせないところに。まだ生きてる。ああ、もうなんかいろいろ出してこないでよ。まだ生きてない。強いな、強いな。ちょっと待って。あれ？ああ、なんだ。おお、そうだ、びっくりした。爆発んだった。危ね。忘れてた。で、イグジット。残り2個。もうでもここで敵出てこないもんね。じゃあ、アンティーク、ああ、なるほどね。だからこの拾ったアイテムをいつの間にかミアが全部あの E さんに渡してたっていうオチなんだよね。渡しといて、で、あとでアイテムボックスか何かで拾えるみたいな、そういうオチなんだよ。こういうなんか、4次元ポケット的なドラえもんです、僕みたいな。逆や、僕ドラえもんですよな。どうやってんのかな。不思議だよね。まあそれがゲームですか。私のためにやってほしいことがあるの。Eさん。よし、じゃあ Eさん救出成功ということでね。Eさん。精神世界のもとへ。Welcome to Raccoon City。Eさん。おい、心配しなくていい。傷つけはしない。落ち着け。今までずっと自分を抑えられなかった。どういうことだ。殺したかったわけじゃない。後ろのあれ、マガレットだと同じだよ。息子のルーカスもな。いや、息子のルーカスはね、明らかにね、こっちを殺しに来てたと思うよ。ああ、パパに触れられて、これでカビが映っちゃったわ。で、スリ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 しながら、どこ。何をした。どうなんだろうな。ここまで大きくなったら、実の父親だったとしても、やっぱセクハラされたら気にしちゃう系女子なのかな。あの子は、俺が沼地の船のそばで見つけた。すごい、なんか精神刺激薬を飲んだ世界観みたいになってる。ってことは、アイテムが一つも落ちてないってとこなのかな。外を眺めてる。正確には違うな。ビニューちゃん。あの子は、あれ、無理やり心に入り込んだ。ビニューちゃんこっち向いた。ああ、はあ、なるほど。画面を固定してないと勝手に戻っちゃうんだな、これな。一度あの子と繋がると、ほら、スーって、まあ、そう操作してるの俺だから、皆さんの、ね、手元にはないから見えないかもしれないけど、スーってこれ戻ったら面白い。その後はもう、全く別人になってしまう。全くの別人。まあ、そりゃそうだよな。エブリンの仕業か。いいか、あの子は。別人っていうか、もう、なんかもはや別の体になってるよね。だって、いいか、今から面白いもん見せてやるって言ってさ、ハンドガンを口にくわえて、バーンってやってさ、普通死ぬっちゅうね。お前ならなんで生きてんねん、あの程度で死んだと思ったかってさ。いやいや、あの程度で死なない方がおかしいのよっていうね。家族を自由にしてくれ、お願い。
家族は、いや、ある意味家族はもうあれで自由なんじゃないかって思うけどね。あれでも結局イブリンが死にました。で、その数週間後の世界をエンド・オブ・ゾイって確か描いてるんですよね。そのエンド・オブ・ゾイの世界線ではもうエブリン死んでるのに、それでもまだ感染され続けたジャックって、じゃあ結局どうする気、もう無理だったってことだよね。だから救われたけど、その精神的に救われたけど肉体的にはもうオワコンだったっていう、そういうオチだっていう認識であっております。出す、まあ、ちょっとよくわからない。おうおうおう、 ありがとう貧乳ちゃん。さあ、こっからまた犯されていくよ。ミア、どうしよう、時間がないの。体がおかしくなってくる。ここを出て、あなたがロゴを探して、これを志村、後ろ後ろ、持っていって。なんだ、待て、おい、何してる、何のつもりだ。こんな、あなたを助けんの。特殊訓練兵だからかな、なんかさ、女性にポンとされた手よりさ、なんか普通に考えてさ、もうこれ以上耐えられそうにないのよ。思うんだけど、よせ、あなたがあの子を殺さなきゃ。やめろ、ダメだ、ミア、やめろ。殺さなきゃと言われたエブリンの心境や怒り、この状態からどうなってんだろうね。どうやってあの BSA はどこに隠れてやがる、クソ、どこに隠れてやがるって今目の前にいたじゃないですか。あ、そっか、だからあれ精神世界だから本体がどこにいるかっていうことを言っているというオチにしたいのかな。何年前からの魚なんだろうな。よくさ、ミイラ化せずにさ、こんな残ってるよね。骨と皮にならずにさ、土に栄養分取られるっしょ、魚だとはいえね。もうこれ魚触れてみたら分かると思うんだけども、あの水に浮いてる魚ですらカッチカチやどやからね。ほんでこれ小屋、目の前に見えている小屋まで向かっていったら一旦、そしたらまあ区切りがいいのでね、パート終わりにしていこうかなと思います。無事にちょっと、あの、死なずに済んでよかったかなと思いますわ。あ、よかったよかった。やばい、めっちゃ鼻詰まってきた。なんで、ほらほらほら、カッチカチやろ、ピクリともしない。くぐります、よいしょ。なんかあの木の板の絵の手の添え方が優しいよね、イーさんね。はしご登って、よし、ようやくここまで来れたね。じゃあアイテム整理をして次回パートね、やって終わりにしていきたいと思います。はい、あー、ここまでやっと来れたよ。持ってるのこれだけか。よし、じゃあアイテム整理だけね、パパッとやっちゃいましょう。宮の持ち物を受け取ったということなんでね、もう最強の布陣を持ってね、挑んでいきたいと思います。マグマムの弾はあるんだけど、マグマムはね、本体がないからダメなんでね。よし、もうちょっとね、アイテムの取り、まあでも精神、そうだな、まあ、なんとなくね、なんとなく精神を刺激しておきたい、中枢神経を刺激してちょっと快感力を上げておくみたいな。なんかあのキーアイテム的なやつがあるわけじゃないんでね、一旦この辺りでね、やっておくのもいいかなっていうふうに思いますね。はい、ということでね、おそらく次回もしくは次次回パートくらいでね、あのバイオ7も終わりを迎えるかと思いますんで、ぜひね、その時をあの楽しみにですね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押して待っていただけたらというふうに思います。当然ながら明日明後日またね、更新していこうというふうに思っておりますんで、ぜひ応援お願いいたします。ということでね、もうそろそろ終わりですね。OK。じゃあ、チャンネル登録ボタン、あ、間違えた。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。ではまた。